あさってから6月、これからどんどん気温も上昇し、汗をかく季節となりました。そこで大切になってくるのが水分補給ですが、水分補給のためにごくごく飲みたくなるペットボトル飲料、ただ注意をしないとある症状が出てしまうといいます。皆さんはペットボトル症候群知っていましたか？ペットボトル症候群とはどういった症状なのか、教えてくれるのは糖尿病の専門医、三浦義孝医師。いやでもそう思っても、ペットボトル症候群ってどんなものなんですか？甘い清涼飲料水を、暑いからガブガブ飲んでしまう、そういう生活を続けてしまうと糖が処理できなくなって、意識が朦朧として集中治療室で管理しなくちゃいけない状況。ペットボトル症候群とは、ジュースなどの甘い飲み物を大量に飲むことで血糖値が上がり、急性の糖尿病の状態になることです。倦怠感や吐き気、ひどい場合は意識障害が起き、入院が必要な状態になるといいます。いわゆる清涼飲料水、だいたい1本あたり 50g 入ってるんですけど、かなり糖が入ってるんで、これを2本3本飲むと普通の人は血糖が上がってきてしまいます。愛知県豊川保健所が 500ml のペットボトル飲料の糖質の量を1本 3g のスティックシュガーで表していました。麦茶、緑茶などの無糖の飲み物は当然ゼロ。スポーツドリンクは9本、カフェオレは14本、オレンジジュースは17本、コーラは19本、相当な量が入っていることが分かりました。甘い飲み物を飲みすぎることで血糖値が上がるペットボトル症候群、悪循環も起きるといいます。ちょっと血糖が上がってくると尿に水が出て、一緒に糖が出ていくんですけど、体としては脱水になってしまうんですね。だからまた喉が渇いて、で特にこういう時は甘いものを飲むと気持ちがいいみたいで、また甘いものを飲んで、また血糖が上がって喉が渇いてしまうという、雪だるま式に血糖が上がってこういう状態になってしまう。暑い夏ですとこういう冷たいものがすごく美味しく感じるんですけど、人間の味覚っていうのは冷えすぎると甘みあんまり感じないんですね。だからそんなに甘くないと思っててもガブ飲みしてしまうっていう。何時間ぐらいでこれぐらい飲むと危険だよっていう指標はありますか？やっぱり大きなペットボトル1本を1日で消費するとちょっと危険じゃないかなと思います。ペットボトル症候群、大人はもちろんですが子どもも要注意だといいます。小さいお子さんだと体重も軽いので1日にとっていい糖分の量も少なくなるんですか？成長の分がありますからね、大人と同じようには考えられないと思いますけど、お子さんは糖質に慣れてしまうとすぐ甘いお菓子って言ってしまう可能性があるんで、例えば 500ml であれば1日1本までとか決めておいた方がいいんですかね？そうですね、お子さんの場合はこれ1本で十分じゃないでしょうかね。私は小さいお子さんの時からあまり甘いジュースは飲ませない方が本当はいいかなと僕は思ってます。ではペットボトル症候群にならないためにはどうしたらよいでしょうか？人間の体は糖で生きてますから、少しずつ入ってくる分には糖が入ってもインスリンというホルモンで糖を下げてきますけども、いっぺんに入るとやっぱり処理しきれない。適度にいつも水分を補充しとけばガブ飲みすることはありませんから、少しずつお水、あるいはこういうのでも少しずつになったら全然問題ないと思いますのでね。